はい、皆さんこんにちは、しんです。今日は、Google の次期、Pixel スマートフォン、こちらが6月の11日に発表かと、こちらは有名リーガージョン・プロッサー氏によると、Google は新しいスマートフォンを2021年の6月11日に発表すると、Twitter の方で挙げております。しかしどのモデルかまだわからないと、プロッサー氏は述べております。そして一方では Pixel 6、 こちらが年内に登場するという噂も以前から浮上しておりますので、この発表で Pixel の6が発表される可能性もあると言われております。またプロッサー氏は2019年10月に発表されました完全ワイヤレスイヤホン Pixel Buds 2、 こちらの後継機モデルが4月中旬に発表されるともツイートしております。こちらも Google の大人気のワイヤレスイヤホンとなっております。はい、続きましては au の新料金プランポポの対応機種が発表となりました。今回の発表によりますと iPhone 6 以降であればポポの方は対応しております。なので今人気の iPhone SE 第2世代や iPhone 12シリーズまで幅広く対応となっておりますので、皆さんこちらの方ポポ、安心して、こちら契約して使えますね。そして Android の方は iPhone より、機種の方が多いのでホームページの方を、ご覧になってくださいという発表となっております。そして先行エントリー、こちらの方が3月22日まで行っております。エントリーされますと3000円相当の aupay の残高が申請されるということです。こちらにしようと思っている方は、3月22日までにエントリーの方、してみてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。